術に関する最低限の知識だね。どうしたの？いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。はい、先生。はい、ゆうじくん。交流会って何？あ？言ってなかったっけ？ではまずあちらの缶ジュースをご覧ください。お、こっちが呪力でこっちが術式。なるほど、わからん。どこ？ねえ、ここどこ？え、また？えそいつは宿儺の器。見学の itadori くんです。富士山、頭富士山話せするんだ。下手な呪術よりもこういう基礎でご留守された方が僕は怖いよ。さっきも言ったけど肉弾戦の才能はピカイチだからね。出戻った理由なんてそんなもんです。暗いね。へえ、意外と飲み込みが早い。先生、俺10秒前まで光線にいたよね。どうなってんの？うん、飛んだの。あ、説明する気ないな。宿儺の、いい、やるったらやる。ぐうたらしてる俺に。おつー、ボロボロの伏黒が指届ける絵面はウケるけどな。確かに。ここに打ち込んで。どうせできないから。怪我しても死んないよ。いいから早よ。こもってなかったね、呪力。なんで？うわー、お花だ、綺麗。でも俺は強くなるよ。強くなきゃ死に方さえ選べねえからな。何から見る？これなんておすすめだよ。ヒロインがムカつくんだけど最後派手に死ぬの。すんげえネタバレ。領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。絶対？絶対！てめえの死に様はもう決まってんだ。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。これから一月映画見て僕と戦ってを繰り返す。先生と？一月後俺生きてるかな。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど。うわあ、ユージ、おかえり。おっす、ただいま。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘、ヘルプ。まず笑いでくるわ。確定だね。どうもすみませんでした。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。選ぶ東京。おや、早速困ってる子がいますね。新入生かな。どうやらうまく呪力が練れないようですね。アドバイスしていきましょう。君は狭い歩道を歩いている。目の前には応対の男子大学生。彼らは君には気づいてない。殺意が湧くだろう。うるさい。